ユリア・ペチョンキナは、ロシアの陸上競技選手。旧世話のソワ、女子400メートルハードルの元世界記録保持者である。また、室内の4200メートルリレーでも1分32秒41の世界記録を保持している。2001年世界選手権、男子110メートルハードルで、決勝進出の実績があるハードラー、エフゲニー・ペチョンキンと結婚したが、2006年に、 離婚している。ペチョン・キナが初めて望む世界大会は2000年シドニーオリンピックであったが、この時は準決勝で敗退している。翌年の世界選手権ではネザビドアンに次いでフィニッシュし、銀メダルを獲得した。2003年の世界選手権直前の8月に、キム・バッテンが保持していた当時の世界記録を大きく更新する52秒34の世界新記録を樹立した。 世界選手権では優勝候補筆頭と目されていたが、ヤナローリンソンらに敗れ、銅メダルであった。また、翌年のアテネオリンピックの決勝では、終盤に勝負を諦めたのか大きく失速し、8位に終わった。2005年の世界選手権では52秒90の高タイムで優勝を果たした。この大会では4400メートルリレーも制し、2冠を達成した。 連覇を狙った2007年の世界選手権では、ローリンソンに再び敗れ、雪辱を果たせず銀メダルであった。福美空演を患い、北京オリンピック及び2009年世界選手権への出場を辞退している。世界選手権終了後の2009年9月、健康上の理由から引退を表明した。ロシアゴラテン本次、ユリアサーゲイ・アバナペチョンキナ 4X200m。 リレーレコーズ IAAF ハットハードラーペチョンキナツーミスベルリン BBC スポーツロシアに400メートルハードルズワールドレコードホルダーペチョンキナハングスアップスパイクスヨーロッパ陸上競技連盟ありがとうございます